日お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、行ってみたかった場所が2カ所あって、最初すごく絶景、景色、そうそう、2つとも絶景です。うん、京野菜が食べたい。あー、食べたいね。うん、山直行こうか。山直行こう。ね、うん、の橋だって。そうだね。ここちょっと歩きたい。いいね。うん、日本三景三つ目。そう、制覇したんだよ。うん、広島の宮島、宮城の松島、うん、と京都の天橋立。おお、やっぱり景色が別格だね。すごくいいね。今日止めた駐車場が平日200円で終日止められる。そこから徒歩10分で天橋立に着きます。天橋立の端から端までは50分ぐらい歩くんだっけ。だから歩きか自転車とかも使えるみたいだね。え、カキがいるね。クラゲもいる。来て来て、今日カキ食べよう。カキ食べたいね。でもまだクラゲに刺される危険がある。クラゲいっぱいいるね。うん、あそこのガソリンスタンドは10リットル以上入れたら駐車場が無料で使えるみたいです。いっぱいあるね。橋が分裂した。えー、どこ。本当だ、あそこか。そう、向こうからさ、フェリーが来てるから。うん、ここからじゃあ渡るんだね。うん、レンタルサイクルあるね。あー、いいな。よく歩いてる人いっぱいいるね。ね、行ってみよう。うん、サンキー。日本の百道園なんだ。出てた。日本の道100選なんだね。
お食事どころとかあるんだね。あ、三大松原に住んでる。うんうん、綺麗。わあ、癒しですな。うん。あ、見えた、この道。ほら。すごい。すごいね。うん。一直線に。うん。透明度高い。うわあ。海に囲まれてるけど、なぜかここだけ塩分のない、まあ、水が湧き出る場所があるみたいな。で、地域の人たちが守ってきた結果、日本名水百選に選ばれたそうです。うーん、あ、すごい、すごいね。あ、湧き水だから、うん、飲用はご遠慮いただき。チヨンジだって、立派なもんだね。わー、ご立派、うん、なんか知恵の文殊って呼ばれてるみたいだよ。そうなんですか。そう、知恵の王だって。ね、行ってみる。うん、こっち。あ、ニャンコ本物かな。あ、本物だね。かわいい。え、かわいい。かわいいね。すごいの見せてくれた、ね、気持ちいいですか。すごい、ありがとう。すごいお披露目してくれた ね。おあれかな、知恵のは。あれか、見ればいいのかな、覗けば。覗けばまた来ちゃった。してくる。お参り行こう。静かに一礼、合掌して静かに一礼になって。いや、1時間半ぐらい歩きました。うん、よかった。よかった。いい景色、野中散歩するの最高だね。ね。このディープな通りはお魚、お魚出るかな。あ、ここか、ここですね。おお、山瀬さん、行ってみよう。こういうお魚の定食とか丼を食べられます。私たちは焼き魚と煮魚にしました。ハマス、ありがとうございます。すごい、ハマス2匹。美味しそう。私が見つけた真空焼き魚、いただきます。あ、すごい。見えた、うん、カニが入ってる。すごいね。お腹いっぱいだ。うん、よかった。満足。満足だ。
ここからね、展望台から天の橋だって見れるみたいで、ね、このスーパーに行ってみます。おー、あ、見えた。そこだね。続いても絶景を見に行きます。うん、楽しみにしてた。ね、いいね、京都。そう、京都いいね、海沿いも。そうそう、変えた。うん、中飯で。奥にさっき歩いた天の橋立てが見えてて、こんなに長かったんだ。すごい長いね。半分ぐらいまで歩いたね。うん、そうそうそう、3キロぐらいあるのかな。うん、全長。カモメの鳴き声がすごい。この海沿いに家が立ち並んでて、船が家の下に入っていくんだよね。そう下に降りてみよう。うん、うわすごい。昆布。昆布か。みんな、こうやって座ってるよ。靴落とそう。そうだね。トトロがいる。トトロみたいだね。満喫しました。うん。フナヤン？フナヤン。フナヤン。味噌鍋作ります。このもやしも京都、宇治のもやしだし、ね、うん、やったーね、うん、日本各地の食材たちが小豆島さんのだし醤油、愛知の赤味噌、八丁味噌、八丁味噌、じゃあ作ります。はい、京水菜は柔らかくて繊維が残ることなくシャキシャキとしてるって。へー、楽しみです。それは
だよだから生でも美味しいみたいだね。ね。もえ、おいしい。しんくんびっくりする。うん。あれ？おいしい。めっちゃおいしい、うん。味がすっごい凝縮されてるね。ね、あれこれ鍋。もったいない。鍋入れる前に食べちゃいそう。食べちゃいそうだね。うん、生のままでおいしい、ね。びっくりした。うん、味がする。ちょっと減ったね。うん。もやしも繊細だね。ね、もう水菜ちゃんが美味しすぎるから、アボカド買ってたのでサラダとして食べます。うん、そうだね。もったいない。もったいないね。うん。シンプルにオリーブオイルで、うん、京都鍋。京都鍋。うん。豆腐が確かね、奈良か。そうだね、この辺の。いただきます。いただきます。野菜ファーストで。はい。うん、オリーブオイルで本来の美味しさが際立った。美味しい。いただきます。どうぞ。うん。うん。うん。サラダだ。うん。畑とかいっぱいあったよね、走ってたら車。うん、どの辺で作られてるんだろうね。うん、京都の街中しか知らないからさ、修学旅行で行った。確かに。だからね、楽しみだった。うん、なで、いただきます。いただきます。うん、おいしい。いつもと違う。うん、なんか細くてすごいシャキシャキして、味もしっぽり入ってる。うん、おいしい。うん、抹茶味噌入れ忘れたんですけど、あの締めのうどんの時にね。ああ、そうだね。味噌うどんにします。うん。野菜の味を楽しむために。うん、よかったね。うん、美味しい。じゃあ味噌溶かします。はい。